はい、皆様こんにちは。本日はお忙しいところ、当セミナーにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。お時間になりましたので、株式会社 GRCS ・マーシュブローカー・ジャパン株式会社共同開催によるオンラインセミナー、ESG 格付けにおけるサイバーセキュリティマネジメントの重要性を開催させていただきます。私、本日の司会の進行を務めさせていただきます。 マーシブローカージャパングローバルリスクマネジメントの金子と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。セミナーに先立ちまして、皆様にお願い申し上げます。1点目、セミナー中は画面下の QRA より講演者に質問を送ることができます。今、画面表示されております通り、匿名としたい場合には、匿名で送信にチェックを入れてお送りいただけますと幸いです。なお、お時間が限られております、関係上。 当セミナーの時間内にすべてのご質問にお答えできない可能性もございますその場合には後日ご回答させていただく予定ですのでご了承いただけますようお願いいたします二点目、本日のセミナー後はアンケートにご協力いただけますと幸いですご記入いただきました方に後日本日の資料をお送りさせていただきますさて ESG が企業の経営戦略における重要課題となる中 投資家は投資先企業のガバナンス能力を評価する基準として、サイバーセキュリティに対するリスクマネジメント体制に注目しています。企業のガバナンス力とサイバーセキュリティの連関性についてご理解いただき、ESG 格付けの観点からサイバーセキュリティに重点を置いたリスクマネジメント向上のポイントについて、第1部と第2部はセミナー形式にて、第3部はパネリストによるディスカンション形式にて語っていただきます。 それでは早速第1部 ESG リスクレーティングを活用したリスクマネジメントにつきましてマーシュブローカージャパン株式会社足立橋本よりご説明いたします。 はい。皆様、こんにちは。マーシュブローカージャパン株式会社の足立と申します。本日は、弊社マーシュとですね、GRCS 様との共催セミナーにですね、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。冒頭ご紹介のようにですね、今回のテーマ、ESG とサイバーというのがですね、あのテーマになっております。 一見ですね、ESG とサイバーはあまり関係ないんではないかというようにですね、思われるかもしれませんが、実はですね、まあ、ESG において非常にあのサイバーというものはあのまあ重要でありますよと。で、まあ、第一部においてはですね、ESG リスクレーティングというものを通して、なぜ重要なのかという理由とですね、 その ESD リスクレーティングにおけるです、ね、サイバーのです、ねまあ、位置づけというようなものをです、ね、あのごお話しさせていただいてです、ね、講談においてはです、ね、ESD という観点から、サイバーリスクをどうやってです、ね、こう向上させることができるのかというようなお話をです、ね、させていただく予定となっておりますどうぞよろししくお願いいたします。 え冒頭、ですねあの今回初めてマーシュという会社名誉をです、ねえー、お聞きした方もいらっしゃると思いますので、えー、若干資料にですねあの弊社のえグループ概要と、えー、それからの業務内容についてですねあの入れさせていただいております。まあ、私どもマーシュはですね、えー、リスクに関するさまざまなあのえーサービス提供を行っております。 がですね、私どもは保険会社ではなくてです、ね、あくまでも保険においてはです、ね、仲介という立場でございまして、主にはです、ね、リスク分析を行って、その行ったリスク分析結果に基づいてです、ね、最適な保険設計をして、保険のです、ね、アレンジをするというのが主な業務となっております。 はい、では早速ですね。あの本題に入らせていただきたいと思います。まあ、イエスにつきましては、えー、昨今も毎日のようにですね。目にする、耳にすると。 いうことで、改めて重要性についてですね、あの申し上げるまでもないかなと思っておりますが、まあ、ESG もともとですね、どこからあのその、どこにそのルーツがあるのかと言いますと、責任投資原則というものにですね、あのルーツがあるというふうに言われております。2006年にですね、当時国連事務総長であった えー、アナンさんがですね国連において、えー、責任投資原則というものを提唱したと、まあ、責任投資原則というのは、まあ、簡単に言いますと基幹、えー、投資家主に基幹、まあ、投資家に対してですね 社会性、公共性をですね鑑みて、中長期的な観点から、持続可能な社会に資する企業に投資をしていきましょうというようなものであったと思います。それからですね、数年がたち、ですね ESG というものが非常に昨今、クローズアップされており、ESG というのは、企業にとってですね、 え、取り組みをしないといけないという、まあ、使命責任であるという、えー、一方で、えー、その言ったですね、ESGA のですね、適応力を高めるということが、まあ、競争優位の、あの、厳選にもなるということで、えー、まあ、いわゆる、えっ、ー、とお、ビジネスオプチュニティ、えー、ビジネスチャンスにもなるという、まあ、そういうですね、あの、表裏一体の関係にあるものだというところですね。えー、ゃ今日のお話というのは、まあ、えー、 企業にとってですね、まあ、いろんなあのお、えー、ステークスホルダーがいる中で、えー、このまあ真ん中のですね、キャピタルプロバイダー、まあ、いわゆる投資家ですね、まあ、投資家がまあ企業を,をですね、まあ、ESG という観点からまあ見ています。えー、ただ、です、ねまあ今日のお話というのは、まあ、ESG の中の,この G。 ガバナンスですね。えここにですね焦点を当てております。で、投資家はですね、えこの ESG 企業はですね、まあどういった ESG 取り組んでいるのかというのを調べる上でですね、ESG 格付け機関がですね出している格付け情報というものをですね、まあ参考にしているというのがまあ昨今の流れになっております。 で、都市化がですね、なぜその ESG のですね、文脈において、さえば注目するのか。 とういうまあ理由なんですけれども、えー、まあ一つまあ大きな理由としてです、ね、そのサイバーインシデントが発生したときに株価に影響がです、ねえー、大きいんですよというのがあると思います。えー、こちらにあるまああの資料データなんですけれども、まあ、え日本サイバーセキュリティ・イノベーション委員会がです、ね、JCIC、え、が、ー、日本においてサイバー攻撃を受け,た受けてです、ね、被害が発生した企業のです、ね、株価について調査を行ったと。 ところサイバーインシデント後にです、ね、50日後には平均して90%のです、ね、株価のです、ね、変動下落があったということで、やはり何かしらこれはです、ね、サイバーインシデントと株価下落にです、ね、因果関係があったんではないかなということを表しているデータになります。また、まあ、売上やですね 利益の方なんですが、えー、と利益、売上の方はですね、えー、その年度、サイバーインシデントが発生した年度ですね、えー、1 4%ということで、まあ、前年度から比べると、ですね、まあ、売上自体にはまあほとんど影響はまあなかったものの、まあ、利益というところで見ますと、ですね対前年度と比べるとまあ21%ダウンということで、まあ、サイバーインシデントにおいて、ですいろいろなです、ね、対応費用が発生した結果、まあ、利益は減少したんではないかなということがうかがえる資料となっております。 一方、ですね海外の方においても、ですね一定、サイバーに関して、ですね投資家がです、ね、非常にその注目をしているということを裏付けるようなレポートが出ております。こちら、です、ね、カナダロイヤル銀行が、ですね投資家向けにアンケートを行ったあの結果でありますが、レポートでありますが、機関投資家の70%以上が、ですね投資決定において、プロセスにですね ESG を組み入れていると。 ということで、えーまあ、非常に、ねえー、ESG における、えー、役割がです、ね、投資先を選ぶ上でです、ね、大きなあの要素を占めているというところですね。 また、ESG を採用する最大のよりは、まあ、リスクを経験し、リターンを高めるからですというような回答になっております。まあ、社会性、公共性に資するというところはあるものの、やはり機関投資家としては、まあ、リターンを当然求めるわけであって、このリターンという観点からも、やっぱり長期的に見ると、ですね ESG にですね適応力高い企業というのは、やっぱり長期的に見て、リターンが高いんだというようなことを示しております。そして ESG で機関投資家が最も重視しているものとしてサイバーセキュリティが上がっておりますまあ、確か2番目としてですねえっ、ー、と えー、腐敗ですとか、それから3番目に気候変動ですとかですね、まあ、そういったようなあのテーマがあっていて、まあ、これは年によってあの変わってくると思うんですが、まあ、やっぱりサイバーセキュリティ ESG という観点からも、ですね投資家非常に重視しているというところです。えー、最後のですね ESG のですね、えーえー、ポートフォリオにおいてですね、えー 平均61%アクティブ運用しているということで、えー、ESG 投資をしている際に、まあ、個別のです、ねまあ、銘柄に対してです、ね、ESG のです、ね、適応力が高ければです、ね、個別にこうして銘柄で買い,買い,買い,買いに行っているというかです、ね、まあ、投資を行っているというような結果が出ております。はい それでですね、ESG のですね、あの格付けなんですけれども、まあ、今、ですね、いろんなところが ESG レポート、格付けレポートだったり、まあ、あのリスクレーティングだったり、あの出してきていますで。世界的に見ますと、例としてですね、ここに挙げられているですね、アラベスク、投資運用グループのアラベスクとか、まあ、ブルームバーグ、 これはまあ米国のです、ね、投資情報に関するですね、投資に関する情報を提供しているところであったり、まあ、FTSE、えー、UK ですね、英国におけるフィナンシャル・タイムとロンドン証券取引所グループの FTSE ・ラッセル、それからモルガン・スタンレーグループの MSIC、それから信用格付けをしている S&B、ね、S P も出しておりますそして最後にサスティナリティックスということでモーニングスターグループというですね非常に25年以上にわたってですねこの e s g に関するですね調査レポートを出している非常にこの e s g レポートにおいてはですね定評があるグループとしてサスティナリティックスというようなものもあってかなりですね どこの機関が出しているものかによって間違いもありますのでその辺、ですね、どういうようなところがどういうような特徴を出しているかというところを押さ、ね、えておく必要があるかなと思います。はい えで具体的にですねその中身を見ていきますと,えと今回、ですね MSIC それから左のですねえこれは真ん中 S&P それからえ右側がサテナレティックスとでそれぞれのそのレポートにおいてですねサイバーが サイバー関係のリスクがまあ、どういうようにこう重み付けをされているのかというお話なんですが、まあ、これはですね。やっぱり業界によってもあの重み付けが変わってきているというところですね。まあ,あの msci で見ますとですね。コミュニケーションサービスまあ、通信関係が非常に大きな。 サイバーリスクは重み付けがされていて、金融、それから IT というような順番で重み付けが重いとなっております。また一方で、この右側、サスティアナリティックスの方は、ソフトウェア、サービス、インシュアランス、保険、銀行、総合金融というような順番で,です、ね、重み付けが高くなってきていると。 ということで、まあ、この辺もですね、レポートによる、えー、特徴ということで、えー、もみづけが変わっているというところです。はい。えー、それでですね、ちょっと中身の方をですね、あの見ていきますとお、今回ですね、サステナリティックスの ESG リスクレイティングというものの、ちょっと、お まあ、リスクのですね、えーまあ、どういうようにうレーティングをしているのかという中身のお話です。で、一番上にあのトータルエクスポージャーとありまして、えー、総合的なあのエクスポージャー、リスクがです、ね、どれだけあるのかというようなものがですね、測られます。でこの トータルエクスポージャーはコーポレートガバナンス、人権、プライバシー、それから贈賄、えー、炭素など、まあ、21のですね、イシューというものが定められていて、この21のイシューがですね、その業界によって影響があるものが選ばれるということですね。まあ、先ほどサステナリティックスは、えー、と、 のとこ,ろですね、このソフトウェアサービスで言えばですね、一番あのサイバーリスクが重みづけが重いというようなです、ね、あのレーティングになっていましたけれども、えー、ソフトウェア関係のです、ねまあ、産業というのは、えー このサイバーリスクがそのトータルエクスポージャーとして影響が大きいものとして選ばれますと。でその後にですねマネージブルリスクとアンマネージブルリスクというふうに分かれます。マネージブル、まあ、いわゆるその自社で,です、ね、対策対応を取ってですねコントロールが可能なのかあるいはアンマネージブルコントロールができないものなのかということに分かれます。 サイバーリスクなんかでいうとですね、サイバー攻撃者が常にいて、そのサイバー攻撃も常に進歩しているというような部分というのは、アンマネージブルなリスクですよということになります。一方でサイバーリスクに関する、えーえー 脆弱性をですね、なくすための対策を取るというものは、まあ、マネージブルリスクということで分けられますで。このマネージブルリスクの中でですね、マネージド、それから、えー、マネージドされていないリスクというふうに分かれます。まあ、あの、脆弱性をですね、えー カバーすするためのですね、まあ、リスクコントロールなんですが、すべてにおいてやっぱり対策を取るということがまあできないので、まあ、一定程度はやっぱりアンマネージド、えー、リスクということで、対応できていない部分が残ってしまうということで、まあ、最終的にですね、えー、対応は可能なんだ けれども対応できていない部分のリスク、まあ、マネージメント、ここではマネージメントギャップというふうに呼ばれているんですが、この部分とアンマネージブルリスクと、そもそも自社で、一社で,です、ね、対応できない部分のリスク、ここを合わせて残留したリスクが、サイバーリスク、その企業のサイバーリスクと、ESD におけるサイバーリスクとして評価されるということになっております。 まあのでまあ、このです、ねえー、マネジメントギャップをいかに悪くするのかというものが ESG リスクレーティングにおけるです、ねまあ、サイバーリスクを減らすための、まあ、ポイントということになってきています。はいえー、では次からです、ね、あの具体的にじゃあどうやってです、ねえー、そのマネジメントギャップを減らしてい,いけるのかということで講談、えー、後段橋本さんに、えー、設置してい、えー、行きたいと思います。 はい。では、ここからは、サイバーセキュリティとガバナンスというテーマでお話をさせていただきます。マーシュブローカージャパンでサイバー保険を担当しております、橋本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて、前のパートでは、ESG リスクレーティングのスコアには、アンマネージドリスク、つまりリスクマネジメントがなされていない部分が数値化されるというお話がありました。ここで保険が果たす役割とは何でしょうか リスクの中にはコントロールもできず保有せざるを得ないものがある一方で自社でコントロールが可能であったりファイナンスによってミニマイズできるものもあります保険の役割はこのマネジメントギャップを最小化することにありますこのパートではサイバーセキュリティにおけるガマナンスにおいて経営陣はどのようなことに気をつけなければいけないか また保険でどの部分がサポート可能かについてお話をさせていただきます次お願いしますこちらは一般的なサイバー攻撃特に昨今被害の中心となっているランサムウェア攻撃におけるタイムラインです Day1 でランサムウェア攻撃に遭い身代金の要求、各種専門家の手配犯人との交渉などと 対応すすることは多岐にわたります実際に手を動かすのは IT 部門やホーム部門であろうと考える方も多いのではないかと思いますが経営陣においてはまず関係各所と連携しての現状把握関連部を収集して対応チームを組成し専門ベンダーを手配また身代金の要求があった場合には身代金の減額交渉を行うかどうか などの判断を迫られていきますさらに身代金の減額に成功したとしても身代金を支払うかどうかの最終判断を下すのは経営陣の責任となりますが一刻も早く業務を復旧しなければいけないという思い込みもあるかと思いますしその代わりに身代金という代償を支払うべきなのかそのことによってコンプライアンスリスクを負ってしまうのか。 逆にコン,プライアンスコンプライアンスを守る代わりに、一室利益が膨らんでいくのを見ているか、いずれの選択をするにしてもリスクを取ることになると思います。経営陣の責任はとても重いものになろうかと思います。では、その判断において、経営陣はどのようなことを考慮すべきなのでしょうか。次お願いします こちらは、経産省の出しているサイバーセキュリティ経営ガイドラインにおいて、経営者が認識すべきとしている3原則になります。まずは、リーダーシップです。経営者はサイバーセキュリティリスクを認識し、リーダーシップによって対策を進めることが必要としています。二つ目は、サプライチェーンです。自社はもちろんのこと、ビジネスパートナーや委託先も含めた サプライチェーンに対するセキュリティ対策が必要です。3つ目はコミュニケーションです。平時および緊急時のいずれにおいても、サイバーセキュリティリスクや対策にかかる情報開示など、関係者との適切なコミュニケーションが必要であるとしています。では、それぞれについて、もう少し詳しく見ていきたいと思います。次、お願いします。 まずはリーダーシップです。何に対してリーダーシップを取っていかなければいけないかと言いますと大きく2つあります。まずはセキュリティ投資です。日本サイバーセキュリティイノベーション委員会によりますと連結売上高の0.5%以上をセキュリティに投資すべきとしています。セキュリティ投資の中身としてはセキュリティレベルを上げる IT システムに対する投資を思われる方も多いかと思いますが、それのみにとどまらず、それらにかかる人件費も含まれますし、さらにはセキュリティレベルを上げてもゼロにはならないリスクのための保険手配の費用についても含まれ,含まれると考えられます。もう一つは、事故時に迅速かつ適切に対応する体制の構築です。自己対応には IT 部門以外にも、ホーム、広報など多くの部門の関与が必要となります。シーサートなどの専門的な組織を持つ会社も増えてきましたけれども、部門横断でのハンドリングには経営陣の強いリーダーシップが必要です。次お願いします次にサプライチェーンです。こちらは取引先先、や委託先下請け業者などを踏み台として 損害がどんどん波及していく事故が増加していることを背景に指針が出されたものです実際の対策としては以下のポイントを踏まえて取引先をスクリーニングしていく作業が必要になります1つ目がですね、契約前にサイバーセキュリティ対策の内容を確認し一定レベル以上の対策を行っていることを条件に契約を交わす左へ左上の部分ですね 次に、えっと、左下の部分に行きまして、契約時に確認したセキュリティレベルが保たれていることを定期的に確認する、また特に重要な情報を預けているケースにおいては、その情報の安全性を定期的に確認すること。右上に参りまして、セキュリティアクションと呼ばれる、情報セキュリティ対策への取り組みを行っているかどうかを確認する。 また、その他認証制度を取得しているかについても確認していく必要がございます。これらの3つはですね、サプライチェーン全体での事故の発生確率を抑える施策となります。最後に右下、これらの施策を講じてもサイバー攻撃にあってしまうケースに備えて、サイバー保険への加入を取引の条件とすることで、リスクマネーを確保することも必要となろうかと思います。 従来は日系企業間では取引先に対して損害賠償請求を行うケースは多くなかったかもしれませんけれども、それはお互いの収益を圧迫することにもつながっていくかと存じます。効果的に保険にリスクを転嫁していくことも合理的な選択として考慮に入れるべきかと考えております。サプライチェーンのサイバーセキュリティについては、マーシュでもアドバイザリーサービスをご用意しております。 サプライチェーンで事故が起きた際のレスポンスプランの構築からシナリオの作成、事故対応に関するトレーニングの実施などが可能となっておりますので、ご興味のある方については、回しまでお問い合わせいただければと思います。次、お願いします。最後にコミュニケーションです。こちらでは、有事の際のコミュニケーションにとどまらず、 平時からサイバーセキュリティに関してインタラクティブな情報交換を促しているものとなります平時には自己トレンドあの右,右の右上から参りますけれども自己トレンドや注意喚起情報の収集を行い自社のセキュリティ対策に反映させるさらに自社が攻撃を受けた後にはそのインシデントに関する情報を積極的に開示していく また、ステークホルダーとコミュニケーションを密に取っていく。その開示方法やコミュニケーションが適切であるか、法令違反がないかどうかを専門家に相談しながら進めていく必要がございます。最後に重要なポイントとなるのが情、情報提供活動への参加です。日系企業に特に多く見られるのが、インシデントの情報開示を行わないことでございますが、その結果として、 社会全体において常に新たな攻撃として対応することが必要になってしまいますそうすることによってそれぞれの企業における対応コストが常に高くなってしまうというところが課題として挙げられようかと思います適切な情報開示を行うことによって社会全体の経験値を高め攻撃に対する免疫を高めていくというのが現在の社会に必要とされていることかと思います 次お願いしますこれまでサイバーセキュリティにおけるガバナンスにおいて抑えるべきポイントを3つお話しさせていただきました。最後にまとめとして我々が扱っているサイバー保険を活用することでマネジメントギャップのどの部分を埋めることができるかについてお話をさせていただきます。グローバルサイバー保険プログラム つまり日本で蘇生したプログラムを世界各国の拠点に展開することで全世界のグループのガバナンスを強化することが可能です具体的には有事の際に活用可能な専門家のネットワークをグローバルで確保可能となるためリーダーシップやコミュニケーションの強化につながりますまたサイバー攻撃を受けた後の損害賠償や 自社の利益損害についてリスクマネーを確保可能であることからリスクファイナンスの強化にもつながると考えられます裁判保険に何を期待するかそこは会社によっても大きくニーズは異なりますが経産省が求めるポイントを満たすために自社に欠けているものは何なのか保険手配によってそれは達成可能な ものなのなかかどうかは検討する価値があろうかと思います検討した後にサイバーリスクは保有すべきリスクと位置づけるケースもあるかと思いますがその検討プロセスを残しておくことが経営陣を後々守ることにもつながりますしあの経,営経営陣を守ることにもなろうかと思います。 本日のウェビナーがガバナンス向上の一助となることを記念いたしまして、結びの言葉とさせていただきます。どうもありがとうございました。足立さん、橋本さん、ありがとうございました。それでは次に第2部、ESG リスクマネジメントの観点から考えるサイバーセキュリティリスクの把握と評価につきまして、株式会社 GRCS、徳永様よりご説明をいただきます。徳永さん、お願いいたします。 はい、えー、株式会社 GRCS の徳永と申します、えー。私の方からですね、約20分ぐらいですね、あのこのえー、先ほど、まあ、バースさんから ESG という考え方についてのと、サイバーという、まあ、文脈、かなり詳しくお,お話しいただきましたので、私からはですね、リスクマネジメントとサイバーセキュリティリスクというところをメインにですねお話をさせていただければと思います。 はい、えー、こちら弊社の会社概要でございますけれども、あのー、社名のですね、まあ、初めて今日 GRCS をお知りになった方もいらっしゃると思いますが、この社名の GRCS というのがですね、えー、G がまさに ESG のガバナンスでございまして、MAR がリスクマネジメント、そして S がセキュリティ、まあ、ちなみに C はコンプライアンスなんですが、まああのー、こういったところで,ですね今日のテーマ、かなり我々の事業領域にダイレクトに。 コアな部分ですので、あの恥ずかしくない内容になるといいかなと思っておりますので、あのご清聴のほどお願いいたします。えー、この辺はですね、弊社のミッションでございます。で本日お話しするところとしてはですね、まああの一つはあのこのですねサイバーセキュリティというあまず全社的リスクマネジメントというものの重要性の認識というのが高まっているという話と。 サイバーセキュリティのリスクがこの ERM と呼ばれるんですけれども、この中でどう評価されるかといったところ、そしてですねこの可視化、モニタリングをどうやってやっていけばいいのかといったところのですね実践方法について、えー、少しでもお役に立てる情報をお伝えできればと思っております。うん えーと先ほど、まあ、足立さんから詳しくお話ありましたけれども、現在、ですねこの ESG、投資のスクリーニングとしての ESG のレーティングというものと、それを向上させるための ESG 経営というのが非常にポピュラーになっておりますし、えー、誰もが注目せざるを得ないところかなと思っております。で一方で、ですねこのリスクという意味では、リスクマネジメントという意味では、ですねこのリスク情報というものの開示に関してもかなり。 本腰を入れててやらなないいないいいとけ状況になっております、まあ、一例としては、こちら金融庁さんのガイドラインでございますけれども、まあ、有価保険証告書等にですねこの自社の、えー、リスク情報、そしてその影響等について、まあ、しっかり、えーまあ、開示をしなきゃいけないということが述べられておりますし、まあ、実際皆、各社さん、そのように、えー、開示、リスクロージャーをやられている状況でございます。えー、こちらリクシルさんのですね 一昨年の年度のウ化証券報告書になりますけれども、うん、えこのようにですね一般的にリスクマネ,マネジメントを世界で使われます、リスクマトリックスの中に、まあ、どのような自社でリスクを今抱えてて、どれぐらいの潜在的な大きさがあるのかというものをしっかり実施されております。そして、ですねこの一つ一つのリスクについての評価というものもここで表現されております。非常に こう事例ということであの取り上げられてもいたんですが、あの今日あの、テーマとなっております、情報セキュリティにリスクっていうのも、ここにしっかりです、ねまあ、入っているという状況でございます。でマイクギーのところは、さっきおきですね、まあ、こういうところを背景にです、ね、やはりあのこのリスクマネジメントというのを改めてやらなければいけない、ERA もしっかりやらなければいけないという情勢は、もはやあの,のっぴきならぬなものかなと思っております。 背景としてやはり法令、ガイドラインはもちろんですけれども、まあ、先ほどの ESG や SDGs といったまあ被財部の部分のですね企業評価というものへの注目、そして大きなリスク、皆さんご存じ通り、コロナウイルスであったり、ウクライナのえ事件など、様々なリスクが顕在化して、実際、企業活動に影響が出ているという状況。 さらには新しいリスク領域としてデジタルや法規制、こういったものも対応が必要ということで、これまではどちらかというと、財務リスクをいかに管理するか、そしてまあ大規模災害、大きいのは地震とまあ水害ですよね、ここに対して備えましょうと、何かあとは危機管理をしっかりやりましょうという考え方から、非財務を含めた統合リスクマネジメントという考え方で、かつ、 さまざまな重要なリスクに関するきちんとした、えー、対策 v c p を立てておきましょう。そして講義、えー、のリスクマネジメント、リスク管理と引き継ぎ管理を両方をしっかり体制を整えてやりましょうという流れが、えー、できているかなと思っております。で、少し教科書的ではございますけれども、このリスクの評価というものを改めて、えー、見直しあのああのごご紹介させていただきますと、このリスクというのは基本的に発生可能性と影響 発生したときのののの影響度の大きささいいうもでで評価をされるのが一般的でございますつまりは何年に1回ぐらい起こるのか、そして起きたときにどれぐらいの影響が出るのかというものを、ここをどういうふうに評価するかというのは、これだけでかなりいろんな量があると思いますが、何らかの前者的に統一の指標を作って、それでさまざまなリスクを、この例えば 3×3 のリスクマトリックスの上にプロットして、その中からどういったリスク対応をしていくのかというものをですね、 考考ええていいいくというのの基本的ななリスク対応の考え方になるかと思いますで実際ですね、この、えー、全社的リスクマネジメント、まあ、弊社も実はあのそういった支援ツーサービスをご提供しているんですがあの、この白いアペタイトラインで呼ばれている、ですねこの自社にとって受け入れられるリスクの大きさに、この外にあるものをいかに、えー 対応してここに手を打って中に入れていくかというのがリスク対応戦略の基本的な考え方だと思っております。ですので、まあ、発生可能性を下げるか、あるいは発生したときの影響の大きさを下げるか、あるいは両方やっていくかということでいろいろな考え方を通じてですねこのリスクの大きさというのをいかにコントロール、マネージバルのところに持っていくかというなポイントかと思いますで。もう一つのポイントとしてはですねこの全社でやる部分、領域 あるいはですね各事業部門であったり、子会社、こういったところでですね同じようにリスクの対応戦略を検討、立案していくというのも重要かと思います。先進的な企業様では、ですね例えば事業部門ごとにリスマネインカー委員会を開,いて開くであるとか、子会社にもリスクマネジメント委員会の設置を義務付けている会社もあると聞いておりますので、今後このリスクマネジメントの考え方というものが、ですね前者的な 共通議会のもと推進されていくことは間違いないかなというふうに思います。でこのリスクの対応戦略というのは、ですねいろいろなアプローチがございますけれども、まあ、有名なところで4つとして、ですねリスクの会議ですね、そもそもリスクそのものから遠ざかると、まあ、海外事業をやめてしまうみたいな話であるとか、提、ま、言、あ、ですね、このリスクの提言、まあ、発生可能性を減らすか、あるいは、 えー、起こった時の影響をずらすか、あるいはリスク源そのものを除去するかといったところの提言の手法がそれぞれありますと。そして、えー、移転ということで、えー、先ほど橋本さんからもご紹介ありましたけれども、例えばサイバーセキュリティ保険というのをここに入ってきますが、リスクそのものもの,の他者に、えー、移転してしまうといったところも一つ手がありますが、サイバーセキュリティの場合ですね、えー、やはり先ほどの足立さん 橋本さんの話にもあったとおり、ある程度リスクを保有せざるをない部分がございますので、この残留リスクとも呼ばれますけれども、こうしたところをいかに少なくするかつ可視化をして把握しておくかとうかが、まあ、本当に重要なポイントかなと思っております。今日はですは、ね、そういった具体的な方法であるとか、そういったところを少しお話しできればと思います。うん でこの全社的なリスクの中で,です、ね、サイバーセキュリティというかどういうところに位置づけられているかということで、これあの、2020年末に発表されました、世界経済フォーラムという、まあ、ダボス会議で有名ですけれども、そこで毎年発表されるグローバルリスクマップというものでございます。先ほどのリスクマップの、リスクマトリックスの考え方と同じように、右に発生可能性でえ縦に。 影響度をとって、より右上にあるリスクをですね、えー、重視するというか、ですね大きなものとして捉えるということで、この世界中のリーダーであったり、経営者にとった受けの結果がこちらに反映されているものになります。で、まあ、当然、当時なので感染症、コロナウイルスがこの右上にいるんですけれども、サイバーセキュリティはですね、いつも,もうこの辺りで言うんですけれども、発生可能性としてはかなり高め、そして起きた時の影響は、まあ、真ん中。 よりちょっと上ぐらいということで、やはりこの発生可能性がこ,こ,これだけ右にあるということは、まあ、いろいろな経営者さんなり2だというのは、まあ、避けては通れないと、まあ、完全にこれをなくすことはできないんだなという評価をしているということが言えるんじゃないかと思います。で、まあ、我々もいろいろなお客様のサイバーセキュリティ対策をご支援している中で,です、ね、まあ、なんであのセキュリティ対策やってるんですかということで、まあ、どうしても まあ親会社だって、監督官庁が、まあ、言ってるからとか、ですね他社がやってるからとか、なんか事故があったからという理由でこう、サイバーセキュリティ対策を導入される会社、えー、少なくないですし、まあ、それが実際、悪いことではないと思うんですが、やはり本来考える、やるべきリスクベースの考え方としては、このインパクトと可能性の,、まあ、の中からです、ね、どれぐらいのコストをかけて、この対策を打つべきなのかといったところを、ですねある程度、しっかり考えておく必要があるんじゃないかというふうに思っております。 まあこちらはあの一例ですけれども、例えばですね発生時の影響度というものをサイバーセキュリティでどう考えたらいいのかというところのアイディアでございますけれども、まあ、例えば法令違反とかであれば、まあ、いくら課徴金をもら受けてしまう、水害等であれば、ハザードマップにあるまあ建物のまあ資産価値とか、まあ、いろいろあると思うんですけども、サイバーセキュリティというのは、ですねなかなかあの。 まあ実態がないとは言わないですけれども、なかなか計測が難しいところかなと思っております。まあ、サーバーが壊されましたとか、そういう物理的なものではないので、まあ、どう評価していくかというのは、なかなか考える必要があるかと思っております。まあ、一例としては、ですねその各システムごとに、まあ、個人情報の数であったり、まあ、機密情報の有無であったり、まあ、知財の有無、あるいは止まった時の売上影響などを、まあ、こうした具体的な数字を洗い出して、ボトムアップでですね、 この影響と評価というものをやっていくというのは一つ、考え方かなと思っております。まあ、そこでですね、まあ、被害の考え方として大事なのが、まあ、当然、例えばランサムウェア、えー、昨年私もですねある会社のランサムウェア対応の支援を少し手伝ったことあるんですけれども、まあ、あの一時被害としては、ですね、まあ、サーバー止められちゃいました、データ消されちゃいました、まあ、これはこれで本当に大きな被害だと思うんですけれども、 それだけではなくて、ですね例えば損害賠償の被害金額であったり、まあ、風評被害、あるいはその会社さんもそうだったんですけれども、まあ、委託元であったり、えー、館長さんから指名停止を受けてしまうと、まあ、こういった二次的なですねビジネス機会の損失のようなものも、このランサムウェアの、えー、被害の評価、あるいは情報資産の評価に含める必要があるのかなというところでございます。 で一方、ですね発生可能性というのはさらにあのサイバーの場合、難しいものがありますけれどもあの、これはもう運ですと、神頼みですと言ってしまうとまあ終わりになりますので、そうではなくて、です、ねまああの何らかのサイバー攻撃がどれぐらいの割合で起こっているのかという、まあ、データをですねいくつかの会社さん、出されていますので、まあ、こういったものを活用して、ですね、まあ、自社にとってのサイバーセキュリティの攻撃を受ける。 破これはですね、あの後ほど資料、もしダウンロードいただける方はですね、ご覧いただければと思いますけれども、えどれぐらいの攻撃を受けた会社があるのかといったようなです、ね、データになっております。で、こうしたことを踏まえましてですね、このリスクの大きさについての資産例ということで、まあ、先ほどの申し上げた一次被害、二次被害。 そしてですね、年間の発生可能性というものを導き出しまして、リスクの大きさを出すということで、まあ、こういったところである程度、金額感出てまいります。で、これをですね、まあ、何で防ぐのかと、危機を入れるのか、あるいは保険に入るのか、まあ、ここは本当に各社さんのリスク対応戦略によるかと思いますけれども、あのこれが学術的にどうか、まあ、も当然、ちょっと無理があるところもある,でしょうあるんですけれども、まあ、経営サイドと話す上ではですねこれくらい単純な掛け算。 足し算ぐらいで議論した方がですね、うまくいく場合多いかなと思ってます。あの他に ISMS のなんか脆弱性かけるなんとかとかっていろな考え方あるんですけど、まあ、経営者さんにとってはなかなかそれを理解していただく、腹落ちしてもらうのは難しいので、まあ、あの自社の対策の必要性みたいなものをえ議論するうえでは、こういった考え方も一つあるんじゃないかなというふうに我々は思っております。で、まあ、そうですね、今お話ししたんですけれども、あの こういったところ、えー、ありますので、まあ、経営サイドとあるいは、えー、異なる部署間でのお話の際は、ですね納得合意できるロジック、この対策をするのかしないのか、えー、するんであればどれぐらいのコストをかけるのが妥当なのかといったところを、ですね、えー、コンセンサスを得られるロジックというのを考えていただくのが大事かなと思っております。また、この後の話につながるんですけども、対策を入れたからといって、まあ、サイバーの場合、ゼロになるということはほとんどありませんので、 この残留リスクの定期的な評価というものを、ですねモニタリングという形で、えー、しっかりやっていくということが重要かと思います、はい、で実際、リスクモニタリングをどうするのかということなんですけれども、あのこのまあ、先ほど、マシさんの話にもありましたけれども、残留リスクの対策が、まあ、実施した後もですね残るリスクで、裁判の場合は当然、日々新しい攻撃が、まあ、立案されたりとか。 えー、いろいろなことが、まあ、アップデートが入ってしまいますので、まあ、適宜、ですねこのモニタリングというものをしっかりやっておく必要がございます。まあ、対策自体がですね想定通り動いているのかと、と、まあ、新しい勢いが出てない、あるいは、えー、人手不足などで、本来、対策としてやるべきことがおろそかになってないかと、そしてですねあのサプライチェーンや委託先という、まあ、昨今、ですね避けては通れない、この 第三者のところでそのリスクが大きくなっていないかというようなところがですね、あの実際にサイバーセキュリティリスクのモニタリングで気をつけなければいけないというところになります。まあ、実際ですね、セキュリティ投資に関しても、これまではいかにまあこの壁を大きくして防いでいくかといったところが、技術的対策というものがメインだったんですが。 まあ、昨今はです、ね、投資のトレンドというものがこの事前対策ですね、まあ、リスクの評価であったり、脆弱性の評価、そして脆弱性の対策、資産管理、こういったところにですね時間と費用をかけるお客様が増えてきております。どうしてもですねあのここだけの対策ではもうい、えー、防ぎきれないということは明確ですので、えー、後ろのフェーズでいかに迅速に復旧するために、この事前対策をやっておくかというところをですね、 各社さん取り組まれている領域かというふうに思っております。で本日はです、ね、そういったところをちょっとご支援する最後に、我々のソリューションの方を簡単にご紹介をさせていただきます。1、えー、つはです、ねえー、そのインシデント、そして脆弱性の管理というものを全社的に行うためのリスク管理サービスでございます、弊社のシーサート m t m s s というサービスでございます。 まあ、インシデントのトリガーとして、です、ね、いろんなものからの通報であったり、ですね社内からの問い合わせであったり、あるいは他の C サークからの情報、あるいは脆弱性の検出情報、こういったものをですね一つ,一つ一つチケットであったり、まあ、情報共有として、この社内の関連するメンバーの方に周知をいたしまして、まあ、それがですねしっかり、最終的にどうなったといったところをトラッキングしていくためのサービスとなっております。 まあこのあたりですね、サービスの特徴ございますが、クラウドサービスというところと、ですねスモールスタート可能といったところ、そしてですね日本企業の皆様にご活用いただいているというところのテンプレートだったり、構成というものをすぐにご活用いただける内容になっておりますま。一例ですけれども、例えば、全社的に今、どういうインシデントがどこで起こっているのか、あるいは、え、ー どういったタイプのインシデントが起こっているのか、あるいは緊急対応が必要なものは何なのかといったところをです、ね、このようにです、ね、ユーザーへのお知らせであるとか、インシデントの対応状況、可視化といったものができるようになっております。あるいはです、ね、日々システム上で発見される脆弱性といったものに関しても、この対応状、システムごとの対応状況であったり、この脆弱性対応がおろそかになっているシステムの一覧、あるいはといったものをですね、 瞬時に把握することができますので、このモニタリングの中で、ですねこのリスクが大きくなっているシステムであるとか、領域、このところに瞬時にですね手立てを打つための情報の集約といったものがですねできるようになっているソリューションでございます。うん、もう一つ、ですね我々の方でご提供しております、このサプライチェーンのセキュリティリスク可視化ソリューションというもので、サプライヤーリスク MT というものを、 ご紹介させていただきます。こちらもですねクラウドサービスということですぐにご活用いただけるものになっているんですが、具体的にはですね委託先のリスクというものを把握する、あるいはそこにガバナンスをかけていくためのサービスとなっております。うん、委託元企業とですね委託先企業の間で、このセキュリティの対応状況の今はそのチェック、例えばエクセルシートであったり、ヒアリングを行っているものをですね えー、このツール上で一括でそれを行うことで、より、えー、きめ細かい、あるいはです、ねえー、頻度の高いモニタリングというのをできるかというふうに思っております。えー、先進的なな会社さんはすでにあのいくつかか導入もかなり 進めていただいているんですけれども、例えばあの個人情報は多く渡している、お客様にはこういったヒアリングをする、あるいはそうでないところはここまでヒアリングでいいとか、あるいはですねこういった資格を取っている委託先であれば、まあ、ここまではできているだろうから、まあ、ここから追加で聞くとかですね、そういったように今、強弱をつけた、まあ、セキュリティのモニタリングというものをやられている会社が増えておりますので、まあ、そういったところをわれ、ね、我々のサービス利用してですね、えー 実現をしていただいて、より効率かつ実効性のあるです、ね、このサプライチェーンのリスクマネジメントを行っていただければというふうに思っております。はい、このあたり導入効果に関してはです、ね、後ほどもし資料をダウンロードいただける方は、こちらいただければと思っております。はい、こちらもです、ね、弊社が提携先のイスラエルのイントサイト社と一緒に提供しておりますサイバーリスク診断というもののご紹介でございます。 具体的な可視化のイメージとしては、ですね、この各委託先のリスクというものを色や大きさで表したり、まあ、各社のいわゆるスコアですね、こういった形で1社ごと、あるいは全社平均との比較という形で見ることができるようになってきます。はい、最後にまとめですけれどもあの、このサイバーセキュリティリスクの残留リスクというものをしっかりまず自社の ニューリスクはどこなのかというのを把握し、まあ、それを考慮した対策を打っていく必要があると思います。であとはですね、まあ、中長期で効果が継続するとかです、ね、あの人依存じゃないというものが今、キーワードとなっておりますので、まあ、本選書店ご紹介したサービスを、まあ、あくまでそれは一環ですけれども、いろいろなわれわれ最新のソリューション、まあ、自社、他社のソリューションを提供しておりますので、まあ、あのぜひご興味ある方はです、ね、またあのお問い合わせをいただければと思います。 で最後にもう1点だけですね、本日のテーマの1つである ESG、そして SDGs に対する研修サービスというものを先月リリースをさせていただきまして、非常に好評いただいている状況でございます。こちらに関しては、ですね、各社さんでこの SDGs、ESG を踏まえて、事例をベースにですねどのようなことをやるべきなのかといったものを各従業員の方に。 分かっていただくためのまあさえ研修となっておりますので、もしご興味ある方はこちらも気軽にご相談をいただければ幸いでございます。はい、はい、えー、少し書き易いな部分ありましたけれども、以上では、えー、私からのプレゼンテーションを終わりさせていただきます。ありがとうございました。徳永さんありがとうございました。それではですね、これから第三部に移らせていただきます。 第3部は第1部、第2部にご登壇いただきましたお三方にディスカッション形式でお,式でお話を伺っていきたいと思います。徳永さん、安達さん、橋本さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速、議題に入らせていただきます。 本日のですね両者のお話を伺って、ESG におけるサイバーセキュリティの重要性というのは、まあ、理解できたのかなというふうに思っています。そこで ESG 対応としてのサイバーセキュリティの取り組みで、何かあのご紹介可能な講じれというのがありましたら、そうですねこちら、マンションの橋本さん、お願いできますか。 私が、えっと普段サイバー保険をご提案する際に感じていることといたしましては、あのシーサートを備えていらっしゃるあの企業様が増えていらっしゃいますけれども、その中で保険の設計にシーサーとの方があの入られることが非常に多くなってきたなというふうに感じております。 これまであの従来はです、ね、保険のご担当者といいますと、総務部門様であったり、あのまたあの財務部門様であったり、さまざまな部門様担当されていましたけれども、どちらかというと、内勤部門の方が、割と縦割りの,あの文化もあるのかなと思うんですけれども、そうではなくて、 あの、シーサートのような横串で、あの、ご担当されるような、あの方が、あの、保険のプレイスメントといいますか、その打ち合わせの中に参加していただけるようになってきたというのは感じているところでございます。そういうこと、あの、それがガバナンスの強化というところにもつながるかと思いますし、やはり、あの、総務部門様などでは難しいところもあるかと思いますので、部門間の連携というのができてきている企業様も多くなっているのではと感じております。 はいいありがとうございます、まあ、ESG ですね、えっと、次の質問に行きたいと思いますけれども、ESG 推進にあたっては、ですね、まあ、今、少しお話があったとおりですねあのい、いろいろ連携といったところがあるかと思いますけれども、ESG 推進室などの、まあ、専門組織といったところを作る企業というのが増えていて、ですね、まあ、こういった企業横串でですね対応を求める傾向にあるように思っていますけれども、パネリストの皆様は、こういった専門部署というのは必要とお考えでしょうか。 それではこちらはですね。徳永様にお願いできればと思います。はい、ええー、と我々のお客様でもですね。<laughs> やはりあの部門名部署名があの esg が入ったり、サステイナビリティ推進室とかまあ、いろいろ名前を変えられてるお客様非常に増えております。 やはりあのそこは一つはまあ IR というかですね、PR 的な要素でしっかりまあやられているというところのアピールという点もありますけれども、我々としてはですね、そこにどのような役割と、どのようなタレントを置くのかというところが一番重要かと思っております。あのよくあるのがですね、この CSR をやっていたような部門の方を、ちょっとそのまま ESG 推進とか SDG 対応というところに名前を変えて持っていくというのは一つあると思います。ただ、それだけですと、 本当に守りの部分、2線側として ESG に反するもの、SDGs に反するものをなるべく潰していくという考え方での動きになるので、それはそれでリスクマネジメントとして非常に重要な考えだと思うんですが、先進的な企業さんによるとおいてはですね、SDGs、あるいは SDGs の対応とか、ESG のところをビジネスオプチュニティと逆に捉えまして、これまでやってなかったことをやることによって、ESG のスコアが上がって、結果的にそれが、 自社の財務的な成功につながるというようなことで、一線側のタレントの方をそこに配置して、より営業的な意味合いを持たせて、活動させている会社さんもございますので、そちらの要素の方も重要なんじゃないかなと私としては考えておりますす以上ですはいいありがとうございます。 では、えっと、次の質問なんですけれども、今回え、サイバーセキュリティといったところに関してです、ね、焦点を当ててお話しいただいたわけですけれども、各社の分野において、サイバーセキュリティ以外で ESG に関連したホットなトピックというところですね、ちょっとお時間も限られておりますので、簡単にあのお話しできればと思います。足立さんお願いいいでででできますすかは私がね提供しているサービスで、まあ、リスリクで <laughs> 裁判以外というとです、ね、会社役員賠償責任リスク、この辺がですね、まが非常に関連性が深いなというところです、すやはりあのガバナンスリスクというのが、いわゆる会社役員賠償責任リスクにです、ね、非常に直結するところでございますし、この ESG リスク評価のです、ね、内容が会社役員賠償責任保険の見積もり、保険料にです、ね、も影響してくるということで、最近、非常に 注目されていいいいいるというととううころですす、はい、ありがとうございます徳永様もお願フィッシャーの事業領域で今あの、非常にリスクマネジメントと同様に、全社的リスクマネジメントを合わせてです、ね、個人情報、いわゆるプライバシーデータのマネジメントといったところに非常に多く問い合わせをいただいております。あの数年前に GDPR ということで、欧州のです、ね、個人情報保護のお礼ができまして、非常に膨大な課徴金ということで話題になりましたけれども、 今やですね欧州以外の例えばカルフォオニー州であるとか,アジア,かアジアの諸国でもですねこうした個人情報保護の法令が厳しくなっておりますのでここをしっかりやるということがですねこの ESG あるいはですね、えー、長期的なガバナンスという意味では非常にキーファクターになっておりますので、まあ、そういったところをですねリスク対応というのが今、非常に求められているんじゃないかなというふうに思います以上です。 はい、ありがとうございます。それではですね。あの今回、あのセミナーに関しまして、ご質問を頂戴しているんですけれども、ちょっとお時間の関係であのお答えするのがちょっと難しそうなので、改めてあの後日ですね。ご回答についてはご連絡をさせていただきたいと思います。それではですね。もうお時間も参りましたので、最後にあの1つあの。 お二方にご質問をお願いできればと思うんですけれども、最後に今回のですね講演をお聞きになって、お客様がまあ次にすべきこと、まず第一歩として、何を取り組んだらいいのかということを迷われる方もいらっしゃるかと思いますので、で身近にお一言ずついただければと思いますではじゃあさんからお願いいたします。 はいえー、とゼマ今回あの、ESG リスクレーティング、紹介させていただいたんですが、あのやっぱり正式にあのレポート取得をしようとすると、非常にです、ね、あの質問数も多くて大変なんですね。えー、なので、まずは、まあ、今回です、ね、サイバーセキュリティのその、えー、重み付けがです、ねえー、皆様の,その産業、インダーストリーの中で,です、ね、どういうように、えー、こう重み付けされているのか、他の業界と比べてですね、それをまずは調べてみるというのがあの、一つよろしいかなと思います。であともう一つ 1一つは、統計に関しては、えーまあ、リスクの評価のところで、ですね非常にあのこう精緻にやろうとすると、ですね、まあ、そこでやっぱり行き詰まってしまうという事例が非常に多いので、スモールスタート、ま,あ、まずはです小、ねまあ、知性保険から進めて、ですね限度額を大きくするとか、グローバルにするとか、まあ、あの発展をさせていくのがですねよろしいかなと思いいますはい、ありがとうございます。徳永様もお願いいしますはいあの うん、お時間も限られてあの、まずはあの自社の状況、しっかり、あのー、認識するということが大事だと思います、まあ。いろいろなガイドライン等も出てますし、まあ、一番メジャーなものであれば、先ほど話題に出ましたサイバーセキュリティ経営ガイドラインがメジャーかと思いますので、まあ、それはベンチマークにですね、 自社のの立ち位置というのを把握されて特に技術的対策もそうなんですが、ソフト面の対策ですね、もちろん、C、サー a まで整備できれば理想ですけれども、少なくとも経営層であったり、関連する部門には、ですねサイバーセキュリティのリスクがどういうものがあるのか、起こった時に何が必要になるのかというのを、ですね謝罪会見をするのはあなたなんですよというところを含めて、ですね事前に分かってもらうことが大事と思いますので、そういったところから始めていただければいかがでしょうか。 そうですねすごく刺さるお話でありがとうございましたそれではお時間も参りましたのでこちらで第3部を終了させていただきます徳永さん足立さん橋本さんありがとうございましたありがとうございました以上をもちまして本日のセミナーを終了とさせていただきます当セミナーがご参加の皆様方の業務の一助となれば幸いですアンケートにご回答いただけますと後日本日の資料をお送りさせていただきますそれではこちらで失礼させていただきます最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました